はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、シールさんのカバンです。私の動画ね、よく車のレビューしてるんですけども、このシールさんのね、このカバンの特徴は、まあ見ての通り、このタイヤのね、実はチューブですね、チューブをリサイクルしてカバンにしてるということなんですね。しかもね、これメイドインジャパンということで、日本のね、職人さんが丁寧に作ってるという商品になりますね。ちょっと詳しく見ていきましょう。女の子が持っても可愛いですね。可愛いですね。あ、ちょうどこの交差点で。お仕事スタイルにいいですね。あ、いいですね。あ、いいですね。詳細ね、見ていきましょう。実はね、ハンドルがね、変えれるんですよね。今これ、赤色に変えてます。これ革張りの、これはタイヤのゴムじゃなくて、革張りですね。革のハンドルです。結構高級感あるしよ。このチューブの目が結構それぞれ違うんですよね。ほら、裏はね、こんな感じなんですよ。多少ね、重みはあるんですけど、まあタイヤのね、チューブを使ってるので、すごいやっぱ柔らかいんですよね。で、裏面ね。裏面は、こういう布地になってますね。水を弾くタイプの素材になってますね。で、こちらが、シールさんのね、エンブレムで、このハンドルのね、メガネが結構ね、ほらキラッとしてね、かっこいいっすよね。中身の方は、ナイロン素材で仕上がってますね。結構ね、ずっぽりね、これやっぱトートバッグなんでね、ズボーっと何でも入れちゃう感じです。ちなみにこれ iPad ですけども、約13インチですね。それぐらいはね、ほらもう余裕で入りますね。トートバッグなんでね、チャックないのかなと思ってたんですけど、ほら、ちゃんとチャックがね、閉まります。ちょっとこれぐらいね、掘り下がったところにチャックがあるので、閉じた時にあまりこのチャックの存在がね、見えなくていいと思いますね。で、このチャックの取っ手一つにしてもね、なんかすごいね、仕上がりがいいんですよね。ここはチューブの素材です。このカバンの中の袋もね、ほら、チャックがついてるんですね。セールブランド、ジャパンメイドって書いてますよね。職人さんがね、一つ一つ手塩をかけてこのカバンを作ってるということですね。やっぱね、クオリティがね、高いと思います。で、これね、これさっきまでつけてた、ベルトタイプなんですけど、これ変な、こんな感じなんですよね。ここがね、ほら取れるようになってます。ガチャ、一回ちょっと付け替えてみましょうか。取り外しもね、結構簡単なんですよね。コインで、締められる、これマイナスのナットみたいになってるんですよね。ほい、取れちゃいます。取れたハンドル。このね、よく見るとほら刻印がね、入ってるんですよね。で、これね、謎のこんな、なんかどうやってつけたらええんかなっていうね。はい、簡単にね、取り付けられました。結構ね、これイメージ変わりますよね。ぐっとね、カジュアルな感じになったんじゃないですかね。こう、ところどころにね、この赤のポイントも効いてますよね。タイヤのチューブのね、元々の、こういう青いデザインをわざとここへ持ってきてると。まあ、この青と赤の、デザインがなかなかね、あってかっこいいなと思います。で、ここにね、キーホルダーとか、カラビナとかね、つけて、なんかこう、なんか落ちないように、なんかできますね。これもほら、よくリュックについてるような、紐をかけれるような穴がついてます。こういう感じでね、取れるので、今これ三脚なんですけど、まあ折りたたみ傘とか、三脚とかね、こういう長物をこんな感じでぶら下げられるということですね。これゴムなんでね、結構ずれないんですよ、これ。これスルッと落ちるかなと思ったんですけど、ほら、結構ほら、落ちない。あ、落ちそう。で、あえてね、革製品じゃなくて、このセールさんはね、このタイヤのチューブを使ってるということなんですけども、まあ、今ね、よく言われてますよね。サスティナビリティ、サスティナブルか。環境にね、よく、配慮した会社だということで、一回ちょっとね、その辺、サイトの方を一回見てみましょう。かっこいいですね。かっこいいですね。やっぱ違うな。はい。
シールさんのね、ホームページです。素材に命を吹き込むということでね、日本初廃タイヤから生まれるシールプロダクツ、トラックのねタイヤのチューブを利用してるみたいですね。まあこの廃タイヤのチューブを使ってるということでね、一つ一つね、表情が変わってくると。で、このオールハンドメイドインジャパンということでね、まああの職人さんがね、一つ一つ手作りで作ってるということですね。いや本当にね、一つ一つ手作りなんですね。これだけね手間暇がかかってるんですね。まあ何よりね、この廃タイヤをまあ再利用してリユースしてるということでね、まあ環境にも優しいということですね。あ、こういう感じで本当にねタイヤのチューブそのものなんですね。まあ社会にね貢献できる活動を行いますということで、まあこの WWF ジャパンですね、製品をね一つ購入したら一本のね苗木を寄付するという、まあ、取り込みを行っていると、まあ、こういったね、路面店もあるんですけども、インターネットから買えます。こだわり抜いたシールの商品、皆さん一度チェックしてみてくださいね。あいにくの雨で、なんかねすごい急に雨降ってきたんですよ。まあ雨ということでね、このカバンね、まあ、ゴム、まあ、タイヤのゴムということで、まあ、防水性抜群なんですよね。ここにねもう濡れた傘とかもそのまま、つけてきます。はい、いかがでしたかね、シールさんのトートバッグ良かったですね。やっぱりねゴムなんで、水にもね強くて耐久性もあるということでいいと思います。こちらの商品は下の概要欄に貼ってますので皆さんクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、シールさんの、トートバッグでした。じゃあね、ボーイシュー。